と度胸が必要そうだ。闇に紛れた奴を捕らえることは不可能。夜でないのが幸いってことね。昼でもさらわれないように注意してください。ってさらっと言われても、見られるこの、まだいるぞ。お湯放て。何言うのか、物か。こいつをまだいるぞ。ママさんを撃つ。5つ星かける気を変えて。総画だ。収蔵ライザー。行くよ。敵を受けて。こいつを喰らえ。こいつを喰らえ。拒むか、見られることを。うなれエース。こいつを喰らえ。効くものか。効率がどうだ。かける許可。効くものか。どんな喰らえ。見られることを。こいつを喰らえ。揺り起こせ。理由は知り合った。まだいるぞ。早急の注入。さすがに爽快の走りかけろ。早急の注入。推進将来。まだいるぞ。爽快見事な剣さばきだね。ヒョーマ、浄化完了。おやつ作り完了だ。宝石の情報。以前ってどれぐらい前なんだろう。なんだロゼ、まさか嫌な予感しちゃうね。ホルサ村の話最近聞かないし。度胸が強そうだ。チャンスだ。逃げられるのか。あっさまで進化しないか。進化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 震えろ。まだいるぞ。こいつを喰らえ。さあいじめるわよ。かける巨体。乱れること。狙い撃つ。こいつを喰らえ。こいつでどうだ。かける巨体。スレイ結構変わる。手になるか。おやつに溺れてはならない。なんだこれ、さらすぎじゃないか。やるな。術に弱そうだ。
前衛と後衛に分かれて対処だ。結構冷静。修羅場をくぐってきたね。こいつでどうだ。マウア王者ゲーメンを出ろ。こいつをくらい揺り起こす。かける曲だ。かける曲だ。引くものか。不動の大地揺り起こせ。理由は契約だ。震えろ揺り起こされるぞ。無理しないで。発進将来。かける曲だ。拒まぬ乱れること。かけ震えろ。こいつをくらい引く者乱れることを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 。まだ火は果てるな。そえ止まるか。汚れを侮ってはいけないということ。貴族性が危険なことを話してくれ。そうだ、何も眠らせてくれ。気がけろ。ダメだ。僕も割ってだ。やっちゃうな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 。やっちこれで勝利だ。
皆さんを守るさあ、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 私らは メイビン、おじさん。よう、スレイ、お嬢、元気そうだな。よかった、ここにいて。マオタラスのこと何か分かった？やぶから棒だな。特にこれと言ってないな。メイビンさん、禁忌を犯す行為だと分かっていますわ。ですが、今やただ一人の同志となったスレイさんが、後悔なくその道を歩めるよう力をお貸しください。メイビン、もしかして聞こえてるのか？ん？何のこと？刻意の、頼む。そう、この人が今の語り部なのね。語り部？たく、それほどの玉だったわけか、今回のやつは。それもありますが、お前らに俺が力を貸す、それがどういう意味かも分かってるんだな。はい。怖い女だ、サパラン。まったくだ。ライダー、メイビン、ちゃんと説明してくれ。まあ待て、お前らは今俺にとってかなり重大な選択を迫ってるんだぜ。さっきの禁忌を犯すことになるってやつか？そんなところだが、それでも探検家としてなら助言はやれる。繋がらないってことにはまだ欠けたピースがあるって考えるのが妥当だ。それと、遺物は遺跡だけにあるわけじゃない。この二つだな。大地の記憶のことを言ってるのか？確かにあれじゃ断片的にしか分かんなかったもんね。何を知っているんだ？とりあえず思い当たるところを探ってみろ。全てはそれからだ。相変わらず回りくどいぞ、おじさん。もう俺はここから離れない。だから心ゆくまで探してこい。わかった、行ってくる。なんかありがとう、おじさん。
てたよね。せめて薬だけでもなんとかならないか。すまんな、こっちも命がけなんだ。ご主人ご主人、今の値段ってめっちゃボラれてるよ。分かっています。でもこんな辺境では旅商人だけが頼りで。けど相場の5倍はやりすぎ。ザフコット原野に一頭凶暴な象がいて正体を襲っているのです。被害と危険の分値が上がると。象相手なら逃げるとか罠張るとかいくらでも方法ありそうだけどな。ですが騎馬小隊や武装小隊まで全滅していまして。普通じゃないな。そちらの方はもしかして同志様？一応スレイって言います。おお、噂は伝わっていますよ。あなたは世界の希望ですわ。どうか頑張って。必要なものがあったら言ってください。お役に立てるかもしれない。ありがとう。気持ちだけで十分です。同志信仰が熱いんだな。このローグリンは昔からそうなんです。純粋な敬意なのでしょうね。自分たちが大変なのに出番なんじゃない。本物の同志のみたいだな。
明日も早いよ。全員しっかり休むこと。やれやれね。旅は嫌いかい？面倒よね。外に出たのは何百年ぶりだし。何百年ぶりとはすごいな。その間ずっとレイフォルクに。ええ、お兄ちゃんの帰りを待ってね。一緒に住んでたんじゃないの？お兄ちゃんは誰かさんみたいな冒険好きでね、しょっちゅう旅に出ていたのよ。私は子供扱いでいつも留守番。一応お土産でご機嫌を取ろうとしてたけど。冒険のお土産ってどんな？遺跡で見つけたごつい神器とか、子供っぽいリボンとか、妙なお守りとか。忠告はしたんだけどな。へえ、いいじゃないか。そう思うのね、あなたも。そっか、似てるんだ、スレイに。かもね。全部昔の話だけど。でもないさ。変わったものを売っているな。人形の中に人形が入っているなんて。そうか、北の方でよく見る民芸品だが。これはもしかして人と天族の関係を表しているんだろうか。おいおい、そこまでマジに考えんなって。だがわざわざ奇妙な仕掛けを作ったんだ。何か意味があるはずだろう。確かに。だとすると天族の中にさらに人がいる意味は何だろうな。それは天族の中にある人格を示している。いや、天族を器と見せることで逆説的に人と天族の共存を暗示しているのか。ザビータ、一番最後の人形には何が入っているんだ？ああ、確か梅干しの種が入ってる。梅干しの種、うん、もちろん象徴だろうが、種とは再生の印だろうか。そもそも前提となる梅の意味は。いやー、わかるわ。エドナちゃんが三窪をいじる気持ち。でしょ。ある意味スレイよりピュアだものね。実に哲学的だ。深いな。
氷魔だよね、商人を襲うゾウって。まず間違いないな。ハグはエンダー。
外に手こずったわね。意外じゃないけどね。おお、喧嘩すんの喧嘩すんの。喧嘩はしないし、来るのも早い。この氷馬、なんて輝きなの。何より重さが半端なさそうだけど。生まれたらもだえ苦しむことになるわよ。ジャミー、大丈夫ですか。ハグリス圧力ピン。
リーだ。大丈夫。入れるよ。ハグは円だ。全部滅戦。ハグは円だ。パスは成功。ハグの連続。おぼろとけ。少々上げ。このわしが妖魔なぞに。大丈夫ですか。手間をかけたようじゃの、同志殿。わしはアラカンというものじゃ。教えてくれ、わしは何をしてしまったんじゃ。それはお化け像になって行商人を襲っちゃったんだよ。なんということじゃ。それでローグリンの人が困っちゃってね。私たちそれを何とかしたくて。ローグリン、同志信仰の民か。カゴ天族はおらんのか。今はそれでも信仰を守って苦しい生活に耐えてるんだ。兵馬がやったことだ。仕方ないさ。いや、昔のわしは簡単に汚れる人間たちをバカにしとった。それなのにわし自身が兵馬になって信仰を貫いている人間を苦しめるとは、恥ずかしい限りじゃ。もう過ぎたことでくよくよしない。大事なのはこれからどうするかでしょ。アラカンさんはかなりの力をお持ちとお見受けします。ローグリンの加護をお願いできないでしょうか。器は俺たちが探すから。純粋な人間たちが住み続けた場所なら、ローグリンの塔自体を器にできるじゃろうて。じゃあむしろわしから頼みたい。せめてもの罪滅ぼしじゃ。ありがとう。よろしくね。きっと祀られがいあるから。象はもう出ないとローグリンに伝えましょう。これで楽になるよな、ローグリンの生活。だといいけど。
エギーユ、掘り出し物あった？あったぜ、棟梁。前に洞石を探してるって言ってたろ。大地の記憶、見つかったの？そうなんだが、人は市街で買われちまった。スレー以外に欲しがる人がいるんだ。買ったのは考古学を学んでいる司祭だそうだ。考古学？遺跡を調べてるのかな？詳しくは知らんが、何冊も本を書いてるとか。本を？すごいな。内容には興味あるね。またなの？脱線の流れなの？で、その学者さんは？何かの調査でプリズナーバック出現のリヒトワーグ回顧林に行ったらしい。また危ない場所に。調べたい気持ちはよくわかるが。心配だ、行ってみよう。刻意の語り部。ザビーダもメイビンを知ってたんだな。あの男、てか語り部のことはな。で、鎌かけたら当たっちまったわけ。語り部はよく知られた存在よ。長く生きてる天族の間ではね。それなら教えてくれれば。同時にタブーでもあるけど。天族にとっても人にとってもな。それはどういう。大地の記憶を集めよう、ミクリオ。きっと話を聞くだけじゃダメなんだ。自分の目で確かめた時にこそ伝承の本当の意味が見えるか。そういうことだよな。ザビーダ、あの話のことちゃんと聞かせて。あの話って告白の返事だっけ？ごまかさないで。言ったでしょ、お兄ちゃんと決着をつけるって。そのままの意味さ。アイゼンとはちょいと因縁があってね。それがどんな因縁か聞いてるの？妹さんを僕にくださいって言ったら殴られた。嘘ね。けど絶対やるだろ、あいつ。わかった、話す気はないのね。あいつが心配するわけだ。本当はどうなんですの？何か頼まれたんじゃないの、エドナのお兄さんに。さて、どうだったかな。もしかして制約なのですか？いやいや、そんな大したもんじゃないって。けど口にしないもんだろう、男の約束って。
ここは確か天意見聞録に。絶景ポイントが近くにありそうだ。石彦？敵
適当に頑張らせてもらうぞ。グランドロールしますよ。ほら、アルマジロ好きなの？でもでかいしな。ヒョウマだしって話じゃないよ。大丈夫だね。ちょろいぜ。というほどは楽じゃなかったろ。この程度でマルマリストを名乗るとは片腹痛いですわ。え、どうしちゃったのライラ。それが丸々ものに妙なこだわりがあるみたいなんだ。丸々が目指すのは完全なる円、つまり自然の法則の体現なのです。つまりいい加減な丸々は自然への侮辱ですわ。はあ、なんとなくわかる。なんか可愛いよね、巻貝とか。ロゼさん、よせ、下手に触るぞ火傷するぞ。さすが分かってますわね。今のはありなの？特にサザエの身のくるんって丸さは哲学的ですわよね。あと豚の丸焼きとか丸儲けとかも好きだな。嬉しいですわ。二人で丸々リストのグループを作りましょう。名付けて丸々サークル。サークルと丸がかかってる。その名前花丸。ロゼまで。よりややこしいことになったな。Bye.
これで仕上げだ。